写真はピントが合っている方が美しいという方もいますがピントがボケているからこそ写真らしくていいという方もいますねいずれにしても人が見ているイメージとですね実際に写真で写るイメージというのは、まあ、必ずしも一緒ではありません、まあ、この一緒ではないというところが逆に言うと写真の面白さになるわけなんですが 一つのものを狙ってもですね、レンズの焦点距離や絞り、まあ、焦点距離というのはレンズのミリ数ですね、レンズのミリ数や絞りによって、えー、全くイメージが違ってきます。例えばこの写真を見てください。こちらの場合にはですね、絞り8まで絞っています。焦点距離は100ミリですので、かなり望遠になります。こちらは35ミリのフルサイズではなくて、APS のサイズなので、1.6倍。 えー、ということは160ミリ相当ですね。160ミリ相当で絞りを8に絞るとですね、160ミリの画角であってもですね、このぐらいピントが合ってくるんですね。じゃあ次の写真をちょっと見てください。えー、想像してみてください。こちらの写真は先ほどよりも望遠でしょうかそれとも広角でしょうか 写真経験の長い方であればお分かりだと思いますがこの写り具合からすればですね、先ほどの画角よりも広角レンズで撮っているということがお分かりになると思いますじゃあ比較してみましょう比較をした場合にどう見えるかですね比較をするとですね、明らかに左の写真の方が望遠であることが分かりますところが一瞬ですね、えー、見た感じでですね、ボケているものですから一瞬これ望遠かと思ってしまいますよね 実はこのミリ数、さらに驚くことがあるんですが、このミリ数がですね、35ミリなんですね。こちらは1.3倍の倍率ですので、35ミリの換算でいうと45ミリに相当するわけです。45ミリと160ミリ。このミリ数の差があるにもかかわらず、こちらの方がボケているということですね。これは絞りをですね、 見ていたただくとかかるんでですすが、1.4にしたからですね。絞りを1.4にして撮影をしているので、えー、絞りの効果によってこれだけボケてくるということなんですね。ボ、え、ケ、ー、ている写真そのものがですね、非常に興味がある方ボケ、えー、ている写真が好きな方はですね、実はまだまだいろいろな方法がありまして、えー、例えば この写真なんですがデータを見ていただくとお分かりのように100分の1秒 ISO800 となっていますが絞りが出ていませんなぜ絞りが出ていないかというとですね絞りがないからなんですねこれはどういうふうにしているかというとですねリバースリングというのがあるんですがここにレンズをつけて 85mm の18のレンズで撮っていますどんな感じで使っているかというのをちょっと見ていただきたいと思います 今回の撮影をしたのがリバースアダプターというアクセサリーを使っていますリバースアダプターというのはですね、こちらに今ついている状態なんですが逆向きになるわけですねレンズがですねですのでこちらがですね、通常はリア側についているレンズ表に来るということですねこれによって倍率が増えて接写レンズに切り替わるということですこれをですね、ちょっとどういう風についているかをお見せしたいと思うんですが フィルターと同じようにですね、このようにそうしますとこちらがキヤノンのレンズマウントと同じ状態になりますのでこれをこちらにつけて使うということですこのような感じで撮影をするとですね、リバースリングの効果によって効果といいますかリバースリングの性と言ってもいいんだと思うんですが極端なハロが出るこのにじみ方がものすごく にじんでくるわけですねそれと接写レンズになってくるわけです画像を結ぶ位置が違うわけですから接写撮影ということになりますかなり近づいて撮影ができるようになるということですねですので通常であればですねこのような写真もですね今回のリバースリングを使って摂写をするとですねこのように表現されるわけですね かなり近づいて、ふわっとにじんだ感じで撮れるわけですね。まあ、このようにソフトフィルター、ソフトレンズを使わずとも、ですねレンズを逆さに使えるというメーカーのカメラであれば、このように撮影することができます。ここで今言ったのは、カメラによってはリバースリングが使えない場合、もしくはリバースリングアダプターがない場合もあります。 その場合にはまあちょっと撮影はできないんですがキヤノンやニコンであればですねこういったリバースアダプターとかですね出ていると思いますこれを調べていただいて、まあ、リバースリングを使っていただくと、まあ、簡易的な接写レンズになりますしその接写の仕方、たにじみ方がですね非常にソフトな感じで 写写真真のの効果ととととしては面面白白いいいいいい感じでできると思いますので、きるる思思まますす。お使いいただくと面白い写真が撮れると思います特にですね、このレンズのハロー、画質とすればあまり綺麗な画質ではないんですけども、このボケ具合がうまくいくことによって逆に面白い写真になることもありますので、ソフトレンズとしてリバースリングを使って撮影するという方法も試してみてはいかがでしょうか。